カナダ・ブリティッシュ・コロンビア州メトロ・バンクーバー、ウエスト・バンクーバー、ウエスト・バンクーバーは、カナダ・ブリティッシュ・コロンビア州のメトロ・バンクーバーにある自治体で、地区自治体として分類される。人口は、およそ4万2千人。バンクーバーの北部に位置し、バンクーバーとは、バラード・イリエをまたぐ、吊り橋のライオンズ・ゲート・ブリッジで結ばれている。バラード・イリに面した南向き斜面には、 バンクーバー都市圏の高級住宅街が広がっていることでも知られる。カナダ国内で最も古いショッピングモールであるパークロイヤルショッピングセンターが1950年にオープンした。対岸のバンクーバーとライオンズゲートブリッジによって結ばれており、自治体運営のブルーバスがバス路線を運行している。また、トランスカナダハイウェイの一部である州道1号線が通っており、 地区西部のホース州米にはバンクーバー島の七芋や望遠アイランドなどを結ぶ BC フェリーのターミナルがある。高校卒業率が BC 州内で最も高く、大学進学率も約8割となっている。公共図書館での貸し出し率はカナダ国内で最も高い。州政府によって実施されている学力テストではウェストバンクーバー学区が常に上位に入っている。 ウエストバンクーバーのサイプレス州立公園にあるスキー場サイプレスマウンテンは2010年バンクーバーオリンピックのフリースタイルスキースノーボードの会場となった2006コミュニティプロファイルズコミュニティハイライツフォーウエストバンクーバー2008年5月15日閲覧ライオンズゲートブリッジとウエストバンクーバーの住宅街ありがとうございます